これまず僕が地元の神戸におる頃の話なんですけど、あんま良くないねんけど、一つ僕趣味があって、趣味っていうのが、僕目悪いんやけど、だコンタクト普段してるんや、うん、だコンタクトを外して散歩するっていうのが趣味やね。変な趣味やな。うん。したら街灯とかがすごくきらびやかに見えんねん。ああ確かにね。もうちょっと目悪い人あるあるかもしれへんねんけど、うん、でそれが好きで、ちょっとこう何も考えんとね、うん、0.1 ぐらいの視力で散歩するのが好きやねんけど、でその日も散歩しよう思ってコンタクト外して、で一つ隣の駅ぐらいまで、その日なんか気分が乗ったから散歩して、だから商店街に着きまして、その商店街ずっとまっすぐ歩いてると、商店街の脇道から赤いワンピースを着て目深に帽子をかぶった女性が脇道からバッと歩いてきて、俺のまあ大体20メートルぐらい前かな、歩いてきて俺に手振ってんねん。でも地元やからさ、知り合いかなと思って、けど俺裸眼やから見えへんわけよ、20メートル先の人の顔なんて。まあまずここめっちゃ目細めねんけど見えへんねん、うん、向こうめっちゃ俺に手振ってんねんか。だから俺もあーってこう軽く手振って、あけど分からんかったな、誰やったんやろう、けどこの辺住んでるとあんな子かもしれへんなとか見ながら、申し訳ないことしたなって思って、もう俺も歩いてて20メートル先その脇道から出てきたその子はスーッと路地に抜けてってんけど、うん、その人が抜けてった路地の方をパッて見たら、うん、その赤いワンピース着た目深にぶちかぶった人がそこに座って俺に向かって指さしててん。怖っ。だから俺見たんは俺に手振ってんのじゃなくて俺に向かって指さしててん。で指さしながらニタニタ笑ってんねん。ああ。で怖っって思って、うん、俺ダッシュで逃げてんけど、まあ、それ俺の地元っていうのが神戸の長田っていうとこやから、うん、まあ、地震ですごい被害が大きかったとこで、その商店街っていうのも全壊したのとこやねんか。うわ。もしかしたら、まあ、これはこじつきかもしれへんけど、まあ、あの赤いワンピースを着た女性っていうのは何か関係があるのかもなって思ったっていう話です。